何者だ。あんたがここの親玉ね。やっと顔が見れたわ。東の犬か。桃地銀さ、貴様の悪事は全て露見した。天下の小判を偽造せしこと、重罪の上にも重罪なり。ああ、この偽造工場が何よりの証拠。神妙にお縄を頂戴せい。何がおかしい。一体誰に露見したというのだ。うぬら二人にか。ん、我らは根頃津田一族の末裔二十数名。ここには一騎当選の手だれが揃うておる。うぬら、太平の世に仕える隠密ごときが今この状況で何をできるというのか。そりゃあもっともだが、しかし、ねえ、ああ、こいつら全員ぶっ倒してくれたらすっごいことしてあげるわよ。なんでだ、もうダメぜ。ん、後ろ、かかれ。ちょいと娘さん、あんたくらいの年頃でこんなに太った若い女見なかった。知らない。すまねえ。おい、向こうだ。へい、うりゃー。うわっ、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 何者だ。一つ問う、あの小判どこで手に入れた。やはりいわくつきの金か。答える義理はない。腰が。兄様。はあ。